皆さんこんにちは、ビーエージェント大林です。今回はお客様からいただいた質問にお答えしたいなと思います。自宅でトレーニングをするときに揃えておいた方がいい器具について教えてくださいということでしたので、これにお答えをしていきたいなと思います。で、まあ、自宅トレーニングの器具に関して言うとですね、お客様の自宅の広さとか、どれぐらいの音や振動を許容できるのかとかですね、あとはどういう目的で鍛えるかにもよってですね、おすすめする器具って実は全然違うんですけども、このチャンネルを見ていただいているお客様の多くは男性のお客様で、筋肉をつけていきたいとか、腹筋が割れてかっこいい体になりたいとかですね、そういう形の目標を持ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いますので、その前提でお話をさせていただきます。まず一つ目なんですけども、今私が座ってますアジャスタブルベンチというやつですね。このアジャスタブルベンチがあるだけでトレーニングの幅ってものすごい広がります。それこそ足のトレーニングから上半身の胸のトレーニングですとか、背中のトレーニング、もう全身のトレーニングが可能になりますので、このアジャスタブルベンチはぜひとも買っておいていただきたいですね。まあ、普通の平らなベンチ、フラットベンチと言いますけども、そういうベンチでも構わないんですが、このようにですね、ダイヤル一つで角度が変えられる、こういうアジャスタブルベンチがあるとさらにですね、トレーニングの幅が広がりますので、少し値は張りますけどもね、こういうアジャスタブルベンチを買っていただくことをお勧めします。2つ目なんですけども、アジャスタブルダンベルというやつです。自宅でトレーニングする方ね、ジムに置いてあるようなダンベルを例えば1キロから10キロ、20キロまで全部揃えるとなると、まあ、置く場所に困りますよね。ですけども、こういったアジャスタブルダンベルの場合は、こういうピンを差し替えるだけで重さが簡単に変えられます。なので、こう場所を取らずにいろんな重さでトレーニングができるということで、このアジャスタブルダンベルもアジャスタブルベンチと合わせて絶対に買っておいていただきたいトレーニング器具になります。まあ、こちらもですね、やっぱりそれなりに値段はするんですけども、それだけ便利なトレーニング器具でもありますので、ぜひ検討していただければなと思います。で、そして3つ目なんですけども、チンニングスタンドという器具を買っておいていただくと、よりですねトレーニングの幅が広がっていいんではないかなと思います。チンニングスタンドで検索をしていただけるとすぐに出てくるので、どんなものか分かるかと思うんですけども、まあ、懸垂とですね、ものによってはディップスとか腕立て伏せ、プッシュアップなんかもできるようになってたりするようなトレーニング器具になります。よく言うぶら下がり健康器の筋トレ版みたいなものですね。なので、どうしてもですね、こういったベンチとダンベルだけだと懸垂みたいに上から引いてくる種目っていうのができないんですよね。背中のトレーニングはやっぱり前から後ろに引くローイング系の種目と一緒に、上から引いてくるプル系の種目っていうのは何とかしてでもですねやっていただきたい必須のトレーニングになってますので、この懸垂ができる器具っていうのがあるだけでトレーニングの効率って全然違います。で、さらにですね、ディップスができるようなものになってくるとですね、ディップスって実は自重のトレーニングの中でも懸垂と並んでですね、非常に負荷の高い種目でして、上半身のスクワットなんて呼ばれたりすることもあるぐらい非常にいいトレーニングなんですね。なので、このディップスと懸垂ができるだけで上半身のトレーニングの効率っていうのが全然違ってきますので、チンニングスタンドもこの2つと合わせてですね揃えていただければなと思います。でですね、今まで紹介してきたこの3種類の器具なんですけども、いろんなメーカーさんから出してます。 Amazon とか楽天とか見ていただくと、本当にですねいろんなメーカーさんからいろんな器具が出てるんで、どれを買ったらいいかって迷うと思うんですけども、まあ立場上ですね、特定のメーカーさんの名前は出せないんですけども、大体まあ値段帯的にこれぐらいのものを買っておけば間違いないよというのはちょっとお伝えしておこうかなと思います。
まずですね、このアジャスタブルベンチなんですけども、安いものは1万円を切るものから、高いものは 4,5 万円するものまであったりします。さすがにですね、 4,5 万円するものになってくると、準業務用というか、普通のこうジムでも使っていいぐらいの強度とか重さになってくるので、高いものをいいものが使えるに越したことはないんですけども、さすがにね、最初からそこまで出す必要もないのかなとは思います。ただやっぱり値段が落ちてくればくるほど、全体の角度の調整幅が、例えば高いやつだと6段階とか調整できたのが、安いやつだと3段階までしか調整できないとかですね、あとはネジの立て付けが雑なので、こうガタガタ揺れてちょっと怖いとかですね、そういうことがあったりするので、まあ、そこはね、値段とやっぱり性能と、天秤にかけていただくことになるんですけども、個人的にはまあ1万円を切るものはちょっとやめといた方がいいかなって思います。だいたい1万2000円からまあ1万5000円ぐらいのものを選んでいただければ、まあ少なくともですね、トレーニング中にベンチが壊れて怪我をするとか、そういうことはなくなるだろうなと思います。それなりに安全にトレーニングはできるんじゃないかなと思ってます。まあそれぐらいの値段帯のものが、まあ余裕があればもうちょっと高いものという形で検討していただけるといいんじゃないかなと思います。で、アジャスタブルダンベルなんですけども、ものによるんですが、大体、2、3万円ぐらいのもので選んでいただくといいんじゃないかなと思います。大体ですね、3万円ぐらい出すと最大で24キロとかそれぐらいまで調整できるようなダンベルが買えますので、一からねトレーニングを始める方の場合は、それぐらいの重さのダンベルで全然十分だと思います。もうちょっと重さ欲しいよっていう方は、30キロとかね、40キロぐらいまで、調整できるものが5万円から6万円ぐらいかな、それぐらいになってしまうんで、そこもやっぱりご自身の、まあ、お財布と、目的とその辺を考えて選んでいただければなと思います。何個も買えるものではないですし、逆に言うと1回買ってしまえばいつまでも使えるものなので、まあね、初期投資ちょっとかさむかもしれないんですけども、まあ、迷ったらより重たい重りまで使える方を買っていただくといいんじゃないかなと思います。でもっとガチでトレーニングをしたいと、高重量でやりたいという方なんかは、10万円超えてくるようなものまで実はあったりするんですけども、そんなダンベル使えるのはね、なかなかいらっしゃらないと思うので、ここではまあ紹介はしませんけども、だいたいまあ2万円から3万円ぐらいの価格帯のものから、もうちょっと高重量でやりたい場合は5、6万円ぐらいで考えていただけるといいんじゃないかなと思います。そしてですね、最後チンニングサウンドなんですけども、これもまあ1万円を切るものから、いいものだとまあ2万円超えるぐらいのものまで実はあったりします。でこれも値段が高くなればなるほど安定感が増したりとかですね、ちょっとパッドが、いいパッドがついてくれたりとかですね、グレードは上がっていくんですけども、まあ1万円前後のものでも十分トレーニングはできますので問題ないと思います。実は私自宅にもですね、チンニングスタンド置いてあるんですけども、それは8000円ぐらいで買ったやつだったかな、1万円切ってくるぐらいの本当に一番安いものなんですけども、ガシガシやると結構揺れて気になるなっていうのはあるんですけども、85キロの私は普通に懸垂のトレーニングとかディップスとかできるぐらいの強度がありますので、無理して高いものは買わなくていいかなというようなイメージを私は持っています。ただし、ぶら下がり健康器って書いてあるのはやめておいてください。あれはもう懸垂めちゃくちゃやりにくいので、しっかりこうチンニングスタンドとか懸垂用とかいう風に書いてある商品から選ぶようにしてください。ということで、今回ですね、自宅トレーニングの時に揃えておいていただきたい3種類ご紹介をさせていただきました。本当に言うとですね、パワーラックとかですね、バーベルとか、その辺ももう思い切って揃えてくださいと言いたいところなんですけども、パワーラックとかバーベルはさすがにちょっとね、人を選んでしまうので今回は外させていただきましたけども、やはりですね、なんとかしてこういうウエイトを使ったトレーニングをしていただきたいっていうのが私からのお願いです。どうしても自重だけのトレーニング、自重にチューブを合わせたようなトレーニングだけですと
どうしてもね、負荷が弱すぎて、継続して筋肉をつけていくような負荷をかけることができないんですね。そういう弱い負荷でトレーニングをしていると、なかなか効率よく筋肉をつけていくことができない、体が変わってくれないということになってしまうんですね。で、そうなるとやっぱり体が変わらないんで、モチベーションが保てなくて、結局ですね、トレーニングが続かないっていうことになりがちなんですね。やっぱり成果が出るからこそ続けられる。どうしてもトレーニングが好きで好きでしょうがないっていう方ばかり基本ないですので、やっぱりこう一念発起してですね、よし体変えるためにトレーニング頑張ろうって思って始めた方は、やっぱり成果が出てくれないとなかなかトレーニングも続いてくれないので、やっぱり成果を出すために最低限必要な道具というのは、ちょっとね、最初勇気がいるかもしれないんですけども、揃えていただけるといいんではないかなと思います。他にもですね、じゃあこういう目的の時はどういう器具がいいんだろうかとかですね、こういう状況ではどういう器具がいいんだろうかとか、質問があればコメントで書き込んでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。